はいそれではホワイトボードを写される方は写していただければと思いますはい経営法務平成27年度第8問の解説をしていきたいと思いますえこちらお手元の速習テキストでは第2章の第5節のところですね商標法こちらのところをご確認いただければと思います特に四角2から四角4のところこちらをご参照ください この商標法なんですけれども他の知的財産法に比べると近年こう出題が多いものとなっておりますのでまずはしっかり目的のところからちょっと確認をしていきたいと思いますで、この商標法目的としてはまず一番最初に挙げられるのが商標の保護ですね商標の保護というものが挙げられますで、なぜこの商標というのを保護しなければいけないかと言いますと まずは産業の発達でこの産業の発達というのは、まあ、他の特許法ですとか実用新案法意証法といったようなものでも、まあ、同じように目的として産業の発達というものはあったかと思います。で他の特許法ですとか、まあ、知財法のこの商標法以外のものとの違い特徴として考えられるものとしては使用者や受要者について使用者の信用の維持 それから受領者の利益の保護、これこれもこの商標法の目的となっております。つまり例えばまある商標、その会社さんが持っている商標、例えばま NTT、NTT というふうにま商標があったとしたら、あの大きい電話会社だなと皆さんイメージつきますよね。そうするとあの大きい会社さんならま信頼できるだろうというふうに。 使用者の信用の維持につながっていますで、他にも需要者の利益の保護にもつながります例えばまあ夕張メロンとか夕張メロンであってればああの甘い美味しいメロンなんだなというふうに分かりますよねこんなふうに需要者の利益の保護にも役立っている夕張メロンだっても,もちろん作る側からしたら使用者の信用維持にもなくなっているこのような形になっております でですからこの商標法の特徴としては長い間使ってもらいたいわけですよねですから更新が可能である更新が可能であるということも合わせて押さえていただければと思いますそして期間こちらには書いてないんですけれども皆さんご存知ですよね存続期間は10年ただしこの10年を何回も更新することが可能ですよということになりますこれ更新可能じゃないと大変なことになりますよね 例えばさっきの NTT で言えば NTT っていう名前が10年過ぎたら私が使えるようになっちゃったら困る大混乱になりますよね私が NTT っていうのを使えるようになっちゃいましたそうすると本当の NTT さん多分すごく困ると思いますのでしっかりこう更新をしていくということができるということになっているわけですそれではそれぞれの選択肢を見ていきたいと思いますまずは問題ですね商標制度に関する記述として最も適切なものはどれかという問題です A から絵まで四つ選択肢があります。そして、まあそれぞれの選択肢の対応のところもちょっと書いておきました。で、適切なものこれを答えるわけですから、一つが適切、残りの三つが不適切ということになります。まずは不適切なものが多いということをまあアンダーラインとか引いていただいて印象付けていただく。え、そしてあの選択肢ですね。事故の種名を普通に用いられる方法で表示する商標であっても。 先に登録された商標と同一であれば商標権の侵害となるこれどうでしょうこれもし適切であったとしたら大変なことになりますよね自分の名前使えないことになってしまいますつまり自分の名前これをもし先に登録されてしまったら自分の名前普通に使えません となってしまうとその人すごい困るというかまあ生きていけないですよねですからこの最後の部分商標権の侵害とはならないわけですですからあは不適切ということになりますこちら解説の方でもアンダーラインを引いていただければと思います最初のところですね商標権の効力は事故の使名を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないというところアンダーラインを引いていただければと思います続きましてい、e、の選択肢 商標の更新登録の申請の際には審査官による実態審査はなされないというふうにあります先ほど更新の話をいたしました存続期間は10年ですけれどもこう何回も繰り返し伸ばしていくことができます更新していくことができますよというふうにありましたがこれについては実態審査はなされません昔はなさあの実態審査もしてたんですけれどもこちら平成8年でしたかね平成8年の商標法の改正により こちら実体審査はなされなくなりましたのでいが適切ということになりますですからこちらの問題回答はいということになりますでこちらまいが回答というよりは他のものが間違ってるなということでいを見つけていただきたいいを正解としていただきたい問題でもありますので残りの2つの選択肢も見ていきたいと思いますでちょっとこのうとえについてはまとめて見ていきたいと思いますえまずはうですね テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形は商標登録される場合がないそして絵の選択肢が文字や図形等の表象を商品等に付す位置が特定される商標が商標登録される場合はない、まあ、最後の方は同じような文章になっておりますけれどもこの二つ,つとも商標登録される場合がありますですから不適切ということになります ここのうとえなんですけれどどもちちょうどこちら法改正平成26年度の法改正により、まあ、認められるようになった新しい商標の一つになります。まあ、それぞれありますから、まあ、2つということになるんですけれども、まあ、平成26年度の法改正ですので実際施行されたのは平成27年の4月の1日からになるんですけれども、まあ、実際この「 まあ法律平成26年度の法改正によって平成27年度の4月1日から施行されて新しくできた新しい商標の一つということになりますのでこちら「う」の方がこちらが「う」の方ですね「う」の方が動き商標そして「え」の方が位置商標になっているかと思いますこちら回答の方解説の方でもアンダーラインを引いていただければと思います。動き商標が保護対象に追加されたそして 絵のの方の位置商標が保護対象に追加されたというところこちら新しい商標のうちの1つというか2つですのでアンダーライン聞いて押さえていただければと思いますちなみに他には色彩それから音それからホログラムこういったものがありましたこういった新しい商標のうちの1つですのでここれはうととも不適切ということになりますであとはまあ試験対策上のテクニックとしましてはこの「う」と「え」場合はないというふうにあります。 この「場合はない」というキーワーワド場合はないというと結局どんな場合でもないってなかなか限定するの難しいですよね。どんなな場合ででも絶対ないですよっていう選択肢はなかなかこれ丸にしづらいですよねこういうふうにやったら場合がないっていうのはなかなか難しいのである場合が多いですよというふうに考えていただくのも迷った時のポイントではあります。 もちろん「場合はない」って書いてあったから絶対「丸とか「絶対×」っていうわけではないんですが「場合はない」ってあったらいやそういうこともあるかもなって思うのが自然だと思うんですね。ですからこういった「う」とか「え」というふうになったら「場合はない」ってあるけど実際にはあるんじゃないかなということが多いこんなふうに捉えていただければと思います。それではこちらホワイトボード写される方は写していただければと思います。 はい、それではホワイトボードを写される方は写していただければと思います。はい、それでは経営ホームから平成二十六年度第十問の解説をしていきたいと思います。お手元の速習テキストでは第二章第二章の第六節ですね。第六節著作権法のところをご参照ください。特に四角四の著作権のところが問われております。 そしてこの著作権法なんですけれどもそれぞれ選択肢の該当箇所のところはこちらの方に記載させていただきました。でこの平成26年度の第10問になるんですけれども刑法部刑法部の問題ではそれぞれその年の話題になったもの話題になったニュースとかが問題で問われることがあります。そののの問題ニュース知知識を知らなななきゃ解けいいというものではなくて ニュースでで話題になったたものが選択肢で出てきたりするこういった問題があります実はこの問題がそうなんですよねこの「問題のあの選択肢」のところのゴーストライターの問題これ特にその年話題になったニュースでとかでよく話題になったものなんですけれどもそちらが問われています。ではこのまず著作権についてちょっと確認をしていきたいんですが著作権と今一口に言いましたがこれ一口に言っても「 広い意味抗議の著作権というのと狭い意味協議の著作権といったものがありますで、抗議広い意味での著作権というのは著作者人格権というものと著作財産権というものの2つこれを合わせたものが広い意味抗議の著作権になりますで、狭い意味では著作財産権のみこちらが狭い意味協議の著作権になりますまホワイトボードでも書きましたが2つ 著作者人格権と著作財産権を合わせたものが広い意味での抗議の著作権そして著作財産権のみこちらが競技の著作権になりますそしてさらにもっと広い意味最高義の著作権としてはこの2つに加えて著作隣接権というものを加えたのが最高義広い意味でのもっと広い意味での一番広い意味での著作権になるんですけれども。 この著作隣接権というものは著作者に属するものではなくて例えばレコードの演奏者とか放送事業者とかそういったものにまあ隣接そのいったものに肩に付随するようなものになりますのでまあ一般的にこう著作者にまあ属するものとしてはこの著作者人格権とそして著作財産権になるということを押さえていただければと思います。それでははまずは選択肢 こちらののの確確認認ををししてていいいいいききたた選択肢前に説問問文文ですすねと思います著作権法に関する記述として最も適切なものはどれか最も適切なものを「あ」から「え」まで4つの選択肢から選ぶということですから正しいのが1つそして3つが不適切ということになるわけですそしてまず選択肢「あ」の選択肢を見ていきましょう。 がゴーストライターが自らの創作にかかる著作物を他人名義で出版することに同意した場合そのゴーストライターはその著作物の著作者とはならないというふうにあるんですがこれちょうどこの年話題になったニュースのところから題材にした問題だと思うんですけれどもこちらゴーーストライタでであっても著作者になるんですよね著作者というのはその著作物を創作した人です。 ですからゴーストライターであってもその著作物というのを創作したわけですよね。作ったわけですよね。ですから著作者になるということになりますからこのあの選択肢は不適切ということになります。解説にもそのように書いてあるかと思います。あの選択肢のそうですねえっ、ー、と真ん中辺二行目あたりからちょっとアンダーラインを引いていただければと思います。著作者とは著作物を創作するもののことですよというところアンダーラインを引いていただければと思います。 続きましては E の選択肢ですね E の選択肢小学校の教科書に小説を掲載する際に難解な漢字をひらがな表記に変更する行為は同一性保持権の侵害となるというふうにありますこの同一性保持権というのは著作者人格権のうちの一つになります著作者人格権というのは公表権そして氏名表示権そして同一性保持権 この3つになるんですけれども、同一性保持権つまり、例えば勝手に歌の歌詞だったら勝手に付け加えたりしてはいけないですよ。とかそういうことですね。これもまあ結構話題になったりしますよね。そして、例えばまあ漢字で書いたものあったものをひらがなに変えるのも同一性保持権に関わることであるんです。けれども、学校教育とかの場合はこれは認められるんですね。よくよく考えたらそうですよね。 学校教育例えば低学年のお子さんが見るようなもの読むようなものであれば漢字なかななかか読めないわけですよねですから、まあ、そういった漢字をひらがなに直してあげるとか、まあ、例えば旧仮名遣いで書けられたものが現代仮名遣いに直してあるとか、まあ、実際に旧仮名遣いで書かれているものは、まあ、もう著作権が切れているものが多いと思うんですけれども、まあ、わざわざ現代でも旧仮名遣いで書いてあるものであったとしても。 これを変えるのは基本的には同一性保持権の侵害にはなるんですけれども学校教育の場合は認められていますですから意は不適切ということになるこういうことになりますこちらの解説の方でも書いてありますね用事または用語の変更その他の改変での後のところアンダーラインを引いてください学校教育の目的上やむを得ないと認められるものは同一性保持権の侵害とはなりませんよというところアンダーラインを引いていただければと思います 続きましてが右の選択肢ですね著作権者の許諾なくスーパーマーケットで bgm として cd の音楽を流すことは演奏権の侵害となるというふうにありますこれやっぱり中小企業診断士の試験ですから結構重要なところですね実際に中小企業で例えば診断とか入ったりするときにこういった知識というのは必要になってきますこの右の選択肢なんですけれどもこれ 侵害になるんですねですから「う」の選択肢は正しいということになりますまずはこちら「う」の解説のところ著作権の演奏を録音したものを再生することも演奏に含まれるというところアンンダーラインを引いていいてただければと思いますですからこちらどこに支払うかというと「JASRAC」ですよね。「JASRAC」にちゃんと例えばお金を支払ったりしなければいけない。ちなみにこれ大体いくらぐらいだと思います 1> 1年で,で実はこの、まあ、お支払いする料金というのは、まあ、その例えばスーパーマーケットですからこの問題ですとスーパーマーケットでお話しきますとこちら仮、まあ、に500平方メートル以下、まあ、それが一番狭い単位になるんですが500平方メートルって相当広いですよね。500平方メートル以下のスーパーマーケットですとこれ実は年額で6,000円になります。 年額ででどうしまあそんなに高くないとは言えますけれどもちゃんとこういったものを支払わないといけないというわけです。でラジオやテレビの場合はあのお支払いしなくても大丈夫ということになっておりますので、まあ、これを予備知識として、えー、頭の中に入れていただければと思います。そして最後が絵ですね。著作者人格権はその全部例えばこの3つ全部。 または一部を譲渡することができるかどうかなんですけれどもこちら譲渡することはできないつまり著作者人格権ですから著作者そのものに属するわけですですから著作者に属するわけで他の方に譲ったりすることはできない仮になくなったとしたらそこで消滅してしまいますよということですその方にまあ一心上のものですよということですそちら解説の方でもアンダーラインを引いていただければと思います 最初のところですね著作者人格権は著作者の一心に専属し譲渡することができないというところアンダーラインを引いていただければと思いますですから絵については譲渡することができませんので不適切ということになりますここまで見てきましたのでうが回答正解ということになりますねうが正解やっぱりスーパーマーケットでも CD をまあ CD を流したりする場合ちゃんとまあ 料金を支払ったりするジャスラックさんにちゃんとお金を支払ったりする必要がありますよということになります。それではこちらで解説の方を終わらせていただきますので、ここまで映される方は映していただければと思います。